本日も始まりましたモンキーフリップサルチャンネル。本日お届けさせていただくのはモンキーフリップ本店店長チューザルこと日高と本店スタッフショウザルこと村田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、では本日ご紹介させていただくモデルは先日よりリリースされたモンキーフリップスクリーチシリーズの最新作ピンとチックタックですね。こちらの中から本日はチックタックをご紹介させていただこうと思います。それではチックタックなんですけども、日常の小物ですね、そちらをテーマにして時計をイメージして作られたフレームになります。それではチックタックはこちらです。はい、フレームのデザインなんですけども、シンプルなボストン型のタイプですね。ちょっと肉厚な生地を使っていて、ボテッとしながらも、丸みのあるすっきりとした印象のフレームになります。でチックタックの特徴なんですけども、フロントも見てもらうと分かるんですが、時計の文字盤を刻まれてますね。ぐるーっと一周左右のフロントにそれぞれ数字が刻まれていて、テンプルなんですけども、テンプルにはよく見てもらうと分かると思うんですが、この通常中芯という芯金ですね、フレーム調整などを行う際に使う骨組みのことなんですけども、こちらの芯金のデザインが時計の針をイメージして作られているデザインになりますね。なので全体的に本当に時計をイメージして作ったおしゃれな一本になります。チックタックなんですけども、カラーバリエーションとしては7色の展開になっております。ちょっとサクサクっとそれぞれのカラーの特徴をまとめた動画を今から見ていただこうと思いますので、まずはそちらをどうぞ。感じで7色のカラーバリエーションが
あるんですけども、まあ、それぞれクリア感の強い生地を使っていて、テンプルの秒針をイメージした芯金が透けて見えるようなおしゃれなこじゃれた一本になりますね。では正猿さんのおすすめの一本を今からご紹介していただきましょう。はい、ようやく喋る機会を得ましたね。はい、はい、ということでですね、僕のおすすめの一本はこちらです。じゃん、カラー4番エクリューです。これですね、やっぱりあの本当のクリアじゃなくてですね、飴色みたいな色なんですよね。ちょっとゴールドクリアみたいなカラーなんですけれども、結構この文字というかですね、あの時計のデザインというのがこの色よくわかるんですよね。はい、なので結構デザインも生きてますし、この芯もよく見えますし、ね、この辺がですね非常に分かりやすいデザインというのとですね、可愛いんですね、この色がかけた時。結構なんかヴィンテージのメガネとかサングラスにあるような昔ながらのクリアフレームっていう感じで、はい、本当にこじゃれた一本だよね。そうなんです、これ本当に僕がかけてもですねめちゃくちゃ可愛くなれる、そんなメガネなので。本当、はい、見たいですか。はいはい、ということでですね、いかがでしょうか。あ、可愛らしい。ありがとうございます。おしゃれなブラタやね。そうそう、なかなかないですからね。あるでしょ。おしゃれなブラタあるでしょ。こんな感じで、はい、まあ、男性がかけてももちろんおしゃれですし、まあ、女性も特におしゃれになれる一本かなと思いますね、こちらのカラーは。はい、はい、ではこんな感じで本日はチックタックをご紹介させていただきました。チックタックなんですけども、モンキーフリップスクリーチシリーズに出ておりますので、オールインワンプライス、基本的なレンズ料金がかからないものになっております。まあ、度なしであれば伊達メガネ用のレンズとかカラーレンズ、あとブルーライト加工のレンズも込みで作れますし、度入りの方でも度数が強い方で通常レンズ代がすごい高くなってしまう方でもレンズ代気にせずに度入りのメガネが作れるシリーズとなっております。はい、では本日ご紹介させていただいたチックタックの詳しい詳細は下記の概要欄の URL にチェックしていただけます。あとよろしければチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。